こんにちは。時刻は11時を回りました。海の見える素敵なスタジオより水曜日のブランチお届けします。この番組はトークテーマに沿って話すもよし、脱線してもよし、ゆるーくおしゃべりしていきます。約30分間お付き合いください。はい、はい、じゃあもうすぐ CM、 今日は、はい、はい、行きます。第1、第3水曜日の11時よりお届けしております。水曜日のブランチです。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com。また、FM ギノワンではツイキャスト、YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。また、サイマル放送も始まりました。スマホの場合はアプリリッスンラジオ、またはマイチューナラジオで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけます。はい、改めましてさとみです。はい、お久しぶりです、ね、お久しぶりです。はい、はい、今週から浴衣ウィーク始まりましたね。はい、はい、3日目になります。あ、毎日毎日スタッフさんはつけてます。つけてるんですよね、はい、おお慣れましたか。もうあ、でもだいぶ鍛えられました、うん、この浴衣を着るの、うんうん、はい、で浴衣のまま車運転して出勤してるんですかね。あ、私は今年は、はい、こっちに来て、収録室で着替えて、はい、なるほど、着替えてるんですね、はい、でも去年までは家でやっぱり着て、はい、そのまま車運転して、うん、そのまままた帰ってみたいな感じでしたねえ、なんか、はい、私も今これちょっとジンベエなんですけど、はい、私はすごい華やかななんかね柄が、はい、かわいいジンベエですね、あるんですね。うん、そう、なんか運転してきたんですけど、はい、この姿でちょっとね、はい、恥ずかしいようなでも誰も見てないかな、はい、みたいな、うん、ちょっとね、なんか普段と違うやっぱり格好なので、ね、うん、はい、なんかそれでちょっとコンビニとか行きたいなと思っても、そうそうそう、あ、ちょっと寄れない、そう、もう全部とりあえず、はい、直通で来ました、うん、家から、はいはい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日のトークテーマなんですけど、はい、じゃあやりたいけどやれてないこと、はい、というトークテーマでおしゃべりしていきたいと思います。はい、例えば猫が大好きだけど、はい、猫飼いたいけど猫アレルギーだから飼えないとか、あるあるですね。なんかよ、ね、たまに聞きますね。聞きますよね、猫アレルギーってね、はい、で旅行行きたいけど時間がなくて行けてないとか、まあ、確かに、うん、はい、一人カラオケしたいけど恥ずかしくて行けないとか、うんうん、なんかあると思うんですよ。やりたいのに、はいはい、そうそうそう、やれてないこと、ちょっとやれてないことのメッセージがあれば、はい、皆さん、うん、はい、お寄せください、はい、お待ちしてます。はい、はい、ちょっとコメントもたくさん来てるので、はい、紹介しましょうか。高坊さんからお久しぶりです、はい、ということで、お久しぶりです。浴衣姿もとても綺麗ですねと来ております。ありがとうございます、はい、何年ぶりかなって感じ。何年ぶりですか。もう床、あ、ジンベエ自体は初めてなんですけど、はい、浴衣はもう最後に来たのが20年ぐらい前ですね。やっぱそれくらい経っちゃいますよね、はい、なんかね、はい、ちょっと慣れてないの
とね、はい、やっぱり、うん、あ、じゃあもう初ジンベエということで、うん、今日は初ジンベエです。はい、はいはい、そして、はい、カープボーイさんからも、はい、ありがとうございます。さとみちゃん、皆さんこんにちは、うん、毎日毎日飽きもせずに暑いですね、はい、セミはうるさいし、はい、全くうるさい、うん、うるさいですね。セミ取りしてます、はい、私、あ、息子が、はい、ちっちゃいのでまだ一緒にセミ取りしてるので、はい、おしっこかけられながら頑張ってセミ取りやってますよ。あとセミのなんかあのさなぎというか、うんうん、あの抜け殻とかもあれですか、はい、なんかいっぱい木に、はい、くっついてたり落ちてたり。そうなんですね。綺麗に抜けますね、はい、あれね、形が本当にそのままのく、すごいですよね、残ってて、うん、たまになんか驚くところについてたりとか、うん、なんていうんですか、木じゃなくて、はい、なんか違うところになんかついてたりしたのをちっちゃい時見て、うん、なんかあーすごいと思ってたんですけど、うん、ちょっと大人になると、うん、セミの抜け殻あんまり見なくなったので、はいはい、今すごい懐かしさを感じました。懐かしいですよね。うん、うん、そう、はい、あ、そして、はい、カープボーイさんから、はい、やりたいけどやれてないこと、はい、特にないかな、やりたいと思う前に、うん、できることとできないことがはっきりしているからね、僕の場合はということで、ああ、まあでも確かに、あえて手を出さないっていう、うんうん、あ、ね、もう最初にもうできないっていうくっくりになっちゃうのかな、うんうんうん、ね、うん、私はですね、はい、やりたいけどやれてないこともずっとあるんですけど、うん、あの前髪をですね作りたいんですよ、はい、本当は、はい、まなみさん前髪ね、前髪ありますね、私は本当は作りたいんですけど、はい、もう顔に汗をすごくかくタイプなんで、かけ、作れないんですよ、はい、もうなんか暑くて、え、前髪を最後に作ったのは、うん、もうあれ高校、あ、高校、あ、そう、高校生ですね、うんうんうん、もう、はい、もうだいぶ、あ、途中やっぱりやってみたんですけど、はい、前髪も、うんうんうん、あ、やっぱり暑いなと思って伸ばしたり上に上げたりとかして、うん、はい、はい、やっぱこの暑いんですよね、前髪があると、うん、感じます、暑いとか、はい、確かにやっぱり思います、蒸れるというか、こっちが、うんうん、だから私も本当は前髪なんていうんですか、あの、この綺麗に下ろしたいんですけど、はい、やっぱ暑くなって分けちゃうなっていうんですか、うん、ね、ちょっと風通しを良くしたくなります、はい、そうそうそう無意識に開けてますよね、そうそうそう、風通しを良くするためにね、はい、そうそうそう、なんかいくら、ね、うん、眉より、うん、眉とかこのなんていうんですか、目にかからないくらいの長さでも、はい、やっぱ暑くなって、うん、そうちょっとみたいな、ね、どうしてもやっぱね、はい、やっちゃうかな、そうで、眉もちょっと取れてくるし、汗かくとね、うん、なんかだからずっと眉、あの、前髪作りたいけど、はい、あみたいな、はい、あと耳も汗かきます、耳は汗かく、今まで誰人に聞いて、うん、かくって言った人いないんですけど、はい、私耳に汗かくんですよ、はい、耳のこの耳のこの形に沿ってっていうか、はい、夏は大体、はい、だからもう本当にこの顔から首から上に汗腺が集中しているのか手とか足とかはあんまりかかないんですけど、はい、うん、手のひらとかね、うん、うん、もう顔がもうひどくて、上半身というかなんか顔に目から上みたいな、そうそうそう、うん、私首のところとか、うん、このなんていうんですか、この耳の、はい、耳周りっていうんですか、この、はいはい、とかこめかみとかのところらへんはめっちゃ書くんですけど、うん、耳は確かに初めて聞く、ね、やっぱねいないんですよね今まで、うん、歯が飛んでたそうそうそう、なんか、ああ、じゃあ前髪を、未だに出会ってないんです、あ、そうそうそう、前髪をねちょっと作りたいけどなー、はい、みたいな、うん、できないなーって、あー、うん、なんか予定はありますか、なんか前髪この作る予定この今やりたいけどやれてないじゃないですか、あ、このそうそうそう、今度こそはみたいな、なんかそう、なんかね、いつもね、はい、あ、髪型変えたいなと思った瞬間に、うん、前髪いっちゃうかなと思うんですけど、はい、あ、やっぱり、あ、どうせいつもの流れで、うん、2、3日でやっぱり暑いってなって上に上げるパターンだなって思っちゃうので、はい、やれてないんですよね、はい、あ、なるほど、うん、どう対策取ったらいいんですかね、これね、ですね、うん、え、どうなんだろうなんかでも私最近あれやってたんですよ、はい、ストレート、あ、そうなんですか、これ、はい、あ、これストレート当てて、あ、前髪もってことですか、前髪も、はい、似合ってる、かわいい、そしたらなんかだいぶ扱いやすく、うん、なったし、なんていうんですかね、うんうん、私もともと髪の毛やっぱ
太いし、なんかちょっと癖もあるしで、うん、なんかより厚くなっちゃうんですよ、この、はい、あ、厚みが出る、はい、厚みが出たりとかしちゃうので、うん、でその分なんか本当にこのおでこのとこがモワモワみたいな、うん、になるので、でもストレート当てたらやっぱちょっとその分なんだろう、うん、すっきりするじゃないですか、はいはい、うん、そしたらちょっとなんか軽くなるから、はい、あ、じゃあだからちょっと良かったなと思いました。ストレートにするっていうのも一つの手ですね。じゃあ、はい、でちょっと、ね、短く切って前髪を作るのもありなのかな、うんうん、あ、うん、いいかもしれないですね。むしろ前髪ある人はなんか、うん、直毛な人は大丈夫だと思うんですけど、うん、なんかストレート当てた方が手入れ楽じゃないかなって、うん、なんか最近思いますね、うんうんうん、ね、あー、ぜひ、うん、ちょっとじゃあストレートでちょっとやってみましょうかね、はい、うんうんうん、はい、ちょっとやってみます、はい、あ、今年の夏、はい、おお、今年の夏はい、楽しみにしてます。はい、はい、あとはこれ、はい、高坊さんからは、はい、ズームの操作が慣れていないので慣れるように努めたいです、はい、ということで、高坊さんなんかラジオ、うん、番組始めましたよね、はい、新しく見させていただきました。うん、はい、あ、そうなんですね、うんうん、サッカーの、ね、お話をされてて、はい、おー、うん、ズームの操作、あーね、はい、私もズーム招待はされることはあっても、はい、招待するとかそういうのまだやったことないので、うんうんうん、自分からなんかあれするっていうのがなかなか、うんうん、難しいですよね。もう私もようやくなんだろう、仕事柄覚えたみたいな感じなので、うん、多分これ仕事で使ってなかったら、うん、全然覚えてなかった。なんかコロナでやっぱり必要に迫られてって感じじゃないですか、はい、うん、そうですね、うん、確かにこういうだから機械なんだろう、うん、機械系とか、うん、こういう普段ねそこまで気を要さないものとかだったら、うん、私もなかなかやらないかもしれない、うん、あ、うん、勉強とかあえてそうですよね、必要に迫られてやるっていうことがやっぱ多いですよね、はい、うん、ですね。はい、カープボーイさんの上に上作るってなんか懐かしい、かぶる、はい、うん、前髪の話かな、あ、前髪の話ですか、はい、多分、あ、なんか懐かしい。へえ、なるほど。でも最近あれですよね、さとみさん、あのツイキャスデビューしたじゃないですか、はい、あ、ツイキャスデビューしました、はい、そう、そうだそうだ、あれもね、今までずっとできてなくて、そうそうそう、あれも、はい、そうなんですよ、やりたいけどなんか途中でなんかなんだろうな、パスワードを入力してくださいとか、うん、なんかそういうのが出てくると、はい、ちょっと苦手意識で、うん、あ、まあいいやもうってなっちゃうタイプなんですよね、はい、あ、なるほど、そうそう、それでようやく、はい、はい、ツイキャスデビューできて、はい、いいですね、ツイキャス、すぐ、あ、そう、なんかすぐで呼んでもらえて、メールよりも、そうそうそう、はい、ツイキャスはちょっと一言っていうか一行ぐらいの文章を送るのにいいですね、はい、そういう、そういうあれですか、ものですか、の方が、うん、ね、むしろなんだろう、うん、本当に端的に、うんうんうん、なんかあるじゃないですか、なんか、ね、あ、わかるとかだけ言いたいけどみたいな、そうだよね、なんかそういう、うん、うん、一言とか送るのとかにもすごい私は適してるんじゃないかな、うんうんうん、ね、うん、メールはちょっと説明が必要なちょっと長いものの時に使うって感じですよね、うん、あ、そうですね、うん、なんかエピソードを送ったりとかっていう時、うんうん、ね、かな、そう、ツイキャス、はい、うん、あ、そう、カープボーイさんがツイキャスなんて検索したら出てきますかって来てるんですけど、はい、そう、あの発信側ではなくて、はい、あれですよ、さとみさんは聞く側でデビューをしたんですよね、はい、あ、そうです、そうです、そうそうそう、聞く側で発信側だと思っちゃったかも、あ、そうなんですか、あ、はい、発信でできるようになったらいいんですけど、コメントする側で、ね、うん、デビューをしたんです、あ、そうです、そうです、コメントをやっとできるようになりました、はいはい、はい、うーん、でもすごい達成感ないですか、このあ、なんかね、もっと早くやっとけばよかったって、そうそう、今までね、ずっとこの渋ってやらなかったけど、うんうんうん、いざやった時って、ね、なんか、あ、みたいな、そうそう、なんかちょっとこんな世界が、みたいな、うんうん、なんか新しい世界に、そうそうそう、うん、ね、うん、入った感じがありますよね、うん、結構 LINE、うん、ももう10年以上はい、あ、経つんですけど、やり始めて、はい、なんか最初 LINE が流行りだした時って、うん、なかなかみんな LINE はちょっとねみたいな言ってて、うん、メールでいつもやり取りしてたりしてたんですけど、はい、私なんか何気にちょっと LINE 始めてみたらすっごいね、うん、
やりやすくて、うんうん、周りの友まだメールやってた友達にも勧めてたんですけど、うんうん、いやーちょっと LINE はなんか怖いんだよねみたいな言ってて、でも結局この子も LINE デビューして、はい、あもっと早くやっとけばよかったみたいなそうそうそう、やっぱそうなりますよね、うんうんうん、私の母も家族で最後に LINE 入れたんですけど、うん、もうなかなかいやみたいな感じで言ってて、うん、でも渋々この家族のやり取りとかも、うん、もう LINE でやった方が簡単だよって言っても渋々、ね、スマホに変えて LINE 持たせたらもうあーみたいな、もう花開いちゃったみたいな、なんかそういう渋ってた人に限って結構ガンガンやりますよね、はい、そう行くんですよね、うん、そうそうそう、うちの、あ、そう、うちの父、はい、一応 LINE をやってはいるんですけど、うんはい、こっちから送るばっかりで、うん、全然あ父からは来ないんですよ、はい、必ずショートメールで来るんですよえ、なんで LINE で送らないのって言ってもなんかショートメールの方がやりやすいのか、そうそうそう、なるほど、ね、やりやすいところでちょっとまだなんか保険をみたいな、うんねはい、そしてあカープボーイさんからも、LINE はいまだにあんまりだなって、ああそうなんですか、家では、はい、らしい、うんうん、家は使っているけど、あ相手が見たか見てないか分かる機能は納得できない、 あれか、あ既読のやつですね、既読って出ますね、うん、はい、考えても、うん、既読とかまだ既読がつかないって怒るやついるし、はいはい、こっちの勝手なはずなのに、うん、こんな急ぐんだったら電話すればいいのにって思ってしまうあ確かに LINE はね、私、うん、あの送信取り消しするときに、はい、送信取り消しされましたって表示出るじゃないですか、はい、あれいらなくないですか、うんうん、ね、はい、あれどうにかしてね、うん、なくしてほしいんですけど、はい、そう、なんかあれで余計 なんかトラブルをもらえてきそうな時がありますよね、うん、何送ろうとして消しちゃったのみたいな、なんか変な憶測が生まれるような気がして、うんねうん、あれちょっとなくしてほしいなと思ってね、はい、よりはなかったことにしてほしいですよね、うん、そうそうそう、してもらった方が、うん、なんかなんていうんですかね、その時に気づかなければ一、うん、回来てその後にとかだったら、うん、ってなりますけど、ね、何も知らなければあの、ね、別に何も起こらないっていうか、ままはい、うん、あれなんとかなんないんですかねそうそうそう、はい、ね、そこら辺複雑ですよね、複雑ですよね、あれ絶対みんな思ってそうな気がするんですけど ね皆さんどっち派でしょうか、ね、山内さんからもコメント来てますね、ジンベイ涼しげで素敵、ありがとうございます、ということで、ね、山内さんは今日は浴衣着てましたね、はい、あ着てましたか、うん、もう頑張って、はい、頑張って今週は後半、はい、土曜日までですか、土曜日まで毎日、はい、おお、去年もそんな感じだったんですか、去年もそうですね、うん、いいですね、はい、おもう私もこのために、うん、簡単に着れる浴衣を買って、うん、ああなんかいくつか持ってるんですか浴衣って、あ、うん、持ってなくて、うん、でこのもう浴衣ウィークやるっていう時に私も本当に浴衣を久しぶりに着るってだったんですよ、なのでそれまではなかなかなんだろう、うん、全然着てなくて、高校の時くらい最後に着たのが、そこからずっと着ないままこの浴衣ウィークってなった時に、いやじゃあもうさすがにずっとレンタルするのもあれだし、うん、まあ、毎年着るならって感じですよね、うん、って思って探したらたまたま上下分かれてる浴衣を見つけたので、うん、あじゃあこれをちょっとヘビーローテーションしていこう、うん、ね、毎日着るってなったらその方がいいですよね、はい、うん、がいいですね、うん、へえ、なかなか、そうそうそう、私もこの帯をね締めるのがちょっと苦手なので、はい、ジンベエを探してたら、はい、なかなか売ってないんですよねジンベエって、女性の、そうなんですね、うん、男性のはいっぱいあるんですけど、はい、でたまたま行ったお店で会って、うん、会って、はい、うーん、お、これだって思って、はい、おーと思って買いました、あ、よかったですね、はい、よかったです、いいものが見つかってそうそうそう、はい、うん、あ、そして、あ、じゃあメールもちょっと来てるので、今日すごいたくさんメールいただいてるんですか、メールも来てます、ありがとうございます、これラジオネームが海中道路ひとりぼっちさん、はい、はい、こんにちは、お二人さん、はい、私は隣の町から聞いています、あ、はい、昼間はなるべくエアコンはつけずに窓を開けて換気を、が夜になると窓を開けられない、
あの G が大量に発生するから、退治スプレーはなく大変でした。山の上だからかなということで、はい、ねえ G 問題ね、はい、そしてもう今日のテーマにぴったりな、はい、ちょっと質問が来てます。お二人にご相談、目の前の課題を先延ばしにしない方法はということで、なんかやりたいけどなかなかやれない、先延ばし先延ばしにしない方法ってじゃあ何でしょうっていうところ、なんか私、はい、もう私はですけど、うん、なんだろう、この先延ばしにすればするほどそのことがちょいちょいよぎるじゃないですか、はい、頭にことあるごとに、はい、それの時間がもったいないって思うタイプなので、うん、すぐやっちゃいますね、やらなきゃいけないことは、はい、あ、じゃあ もともと割とあれですか、はい、これやりたいとか思ったら結構一応やるタイプ、そうですね、何か、うん、デメリットがない限り、はい、すぐやっちゃって、なんか、うん、このどうなんだろうってこう悩んでる時間とか、うん、またやらなきゃいけないんだよなっていうこの時間がちょっともったいないなって思って、うん、そこに気を取られちゃってますもんね、うん、っていうのは回答になってますかね、はいね、ちょっとそういうね、この思考回路を取り入れてみては、うん、そうなんですよね、はい、確かに、うんうん、私も最近よくあるのが、うん、あのこれ、あ、これやりたいって思って、あ、まあいいや後でやろうってやるタイプなんですよ、うんうん、私は、うん、なんかなんだろう、急ぎじゃないし後でやろうって思ったら、そうそう、ね、私はでもそれを、うん、そのやりたかったことを忘れちゃったりとか、やらなきゃいけないことを最近忘れて、うん、で後であの大変なことになるタイプのが多いので、はい、最近はもうとりあえず思ったらやらないと忘れるぞっていう自分に、うんうん、あの言い聞かせて、言い聞かせてます、はい、なんか申し込み系もそうですね、あ、これいつまで申し込みっていうので、はい、あ、じゃあ明日やろうかなと思ってるうちに忘れて、うん、もう申し込み期日が過ぎてしまってると か、はい、とかそういうこともねよくあるので、はい、うん、まあ、できればうん、そう、早めにやった方がいいのかなっていう、うん、そう、なんか早すぎるかなとか思ったとしても、うん、まあそれはそれでいいのかなみたいな、うんうんうん、そうそうそう、なんかめんどくさいっていうのが一回来るのかな、はい、後回しにするってことはね、うんうん、はい、だからそれをめんどくさいけど後回しにした方がもっとめんどくさいような気がするっていうのを思えば、うん、後回しにした、じゃあ今やっちゃえみたいな、うん、ですね、うん、後回しにした時の、うん、なんか大変さをそうそうそう思えば早くやっていた方がいいよみたいな、うんうん、で今メールいただいた方、うん、はい、あれですか、前回、うん、3L サイズのピザを、あ、うん、かもしれない、食べて最高の贅沢って言ってた方ですかね、うん、隣町ですかね、うんうん、あ、そうそうそうね、同じ隣町だから、ね、そうそうそう、はい、あれもよかった、贅沢の話、あ、贅沢、最高の贅沢、ね、うんうんうん、そう、私もでもそっか、あの話聞いて、あ、それいいなって思って、はいはい、結局やってないですね、なんかこの何でしたっけ、あ、空港ですか、あ、下地島空港に、あ、そうそう、下地島空港行くのもなんですけど、うん、この明け方まで動画を見て、うん、みたいな、はいはいはい、話を食べながら、あ、そう、夜更かし、うんうん、そうそう、明け方まで起きるあれはまだしてないですね、うん、結局あ、眠気の方が、そうそうそう、眠気の方が勝って翌日のことを考えると寝たいみたいなね、はい、そうですね、うん、で、でも確かになんか勢いでこうやってやるのもいいですね、うんうん、そうですね、そう、なんか翌日のこととか、ね、先のことを考えるとね、はい、結局できなくなってくることとか、うん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 、ありますよね、はい、そう、はい、ということで、あっという間にお時間になりましたが、はい、時間ですね、はい、やりたいけどやれていないこと、やれてないことを、はい、あ、じゃあ私はちょっと前髪作ってみましょうかね今年こそはみたいな、ちょっとチャレンジしてみましょう、デビューあ、いいですね、うん、うん、ねえ、これは、はい、あとこれもう残り1分1分半くらいですね。おお、1分半。はい。今日のお昼は何食べるんですか、はい、とか聞いて。今日の迷ってます。あ、でも、あ、うんうん、そう、あの、買い置きのカップラーメンがあるんですけど、はい、あの、浴衣ではちょっと、あ、そうですよね。出歩けないから。そう、買いに行けないなと思って、はい。どうしようかな。あ、カップラーメンかな。カップラーメン、いいですね。はい。私はいただいたこの、ウェルカムもずくちゃんを、はい、早速家に帰って、まずはいただいて。はい。
あとはそこから家にある、はいはい、何かあタコス、タコス最近好きなんですよ、はい、タコス買って帰ります、ね、おー、はい、ジンベイで、あ、そっか、恥ずかしいね、あ、そうだ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 出れないわそっか、テイクアウトのところないもんね、はい、ちょちょっとテイクアウトのところ、あー、そっか、まっすぐ家帰ります、素直に、はい、もずくで今日のお昼ありがとうございます、はい、じゃあまた再来週、そうですね、はい、はい、カープボーイさんも山内さんも高場さんも、はい、メールいただいた方もありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい。